画面の前の皆様、こんにちは。村人 Q でございます。本日はデッドバイデイライトリージョンの方を使ってプレイしていきたいと思います。怒りの聖女か、嫌だな。あんま好きじゃない、このマップ。多分皆さんもそうだと思うんですけど、これ、やってる人ならね。やってる人ならわかると思いますが。ささやき反応して、上か？いや、こっちに来た時の反応した。どこだ？久しぶりすぎてわからん。あとそこだな。おい、わお、完全にやられてしまいましたわ。これも早めに解除。小屋板を使っていただけるんであれば奥か。あれ、わ、こっちか。見えんのだよ。OK、 ようやく。スプバー、やっべー、あのスプバー厄介ですね。 OK、ようやく。よいしょ。オッケーオッケー、地下室に幽閉できるのはでかいね。ちょっとまたリージョン久しぶりでね、やっております。またっていうか、この前の動画出したかな。出してない気がするな、この前リージョン使った時の動画。まあ、もう固まってない時点でもうお察しなんですが、やっぱ初手で時間使われると厳しいよね。ここで誰かやってたんだよな。よいしょ。よいしょ。なんでみんなこの狂乱の時にデッドハード使うの？思うんだけどさ、最近思う謎のサバイバーの行動。狂乱の時にデッドハードを吐くっていう。そこに一人いたな。よいしょ。おっと、そっち救助。うわ、やだね、やだね。 OK、 この、あっと、なんか引っかかる。このミンちゃん追っかけましょう。オッケー。よいしょ。さあ、どんどん釣ってくぞ。そこやってんな。よいしょ。どこ行った？あ、いる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 。デッドハード、おっと、当たんね。
何がどこにあるのかがわからん。オッケー。よいしょ。ふう。わけがわかんねえ。誰が何をしてんだ一体。とにかく飼っておりますが。イタチ。しょ。え、何それ。うまい。え、この人よく見てんな。待って待って、まずいね。よいしょ。この木村ゆいを追ったのが間違いだったな最初に。よいしょ。違う。よいしょ。ちょっと、そこか。よいしょ。とりあえず止めようか。オッケー。よいしょ。そこにもなんか足跡あるね。あ？なんだこの足跡は。オッケー。向こうがなんかめっちゃ回ってそうなんだよね。だから適当に吊るして一回向こう見に行きましょうか。オッケー。よいしょ。いやー、よかったよかった。この馬木村を終わらせられた。さあ戻れ、急いで戻れ、急ぎだ。多分そっちの方が進んでるよな。イタチ。よいしょ。多分地下に運んでる余裕ない。オッケー。お、3釣り目だったか。エスプバー。オッケー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 。これはこれでかいな。
さあ、あとはミンがどこにいるかだけど、めんどくさいから釣っちゃうか。なんかもう疲れた。ちょっともう何の紹介もできなかったパークとか。ああ。まあ多分テロップかなんかでつけてると思います。あっちにいるみたい。つきそうだね。もしあれなら、あれ？この人初めてだっけ？ささやきで探知できるから頑張ろう。ああ2回目か。反応あり。反応消える。ということは言っている。いいね、いい仲間意識だ。今回ね、なんかささやき持っていきたくなったんだよね。いた。前までナスコとか使ってたんだけど、これいけるんじゃね。 OK。 まさか勝てるとは思わなかったね、あの状況から。フックがある。まさかね、やっぱ木村優衣に引っ張られたな。あの木村優衣がね、うまかった。うん。というわけでね、まあなんていうかあれですわ、とにかく追って倒しただけの日常風景、まあ、リージョンといえばみたいな立ち回りでしたね。これで冷酷なのか、発電機防衛かな。早かったからね、ゲーム自身が、ゲーム自身が超早かったんで。おっ、え、リージョンでこれ金ってあるんだ。あーでも結構時間かかったからな、木村優衣。木村優衣チェイス時間が長くなればなるほど、この追跡の成功回数っていうのがね、のポイントが低くなるんで、まあそれかなと思いますね。うん。というわけで、ああやっぱ木村優衣はランク高かったね。木村優衣とケイトかな。スプバスプバスプバデッハ。なるほど。まあたまにはこういう、多分、いやまあパーク揃ってるからね、ジェイク、メグ、ジェフ、ビル、ローリー、ドワイト、デイビッド、ミンっていう、もうパーク揃ってるんでね、まあ多分復帰勢かなんかなのかなと思います。今回ちょっとささやきが活かせたのか活かせてないのかよくわかんないんですが、そしてもうちょっとこういうパーク使っていきたいな。あんま最近使ってなかったんだけど、うん、使いたいと思いますね、これからも。というわけで、ご視聴ありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録いただければ幸いです。それではまた。